佐々木さん、今日お忙しい中来てくださってありがとうございました。ありがとうございました。今回のこのセミナーに参加する前に、自己 PR であるとか自分自身の仕事を伝えるという点ではどんな悩みがありましたか？どれを自分の経験したことの全てを活かせると思っていたから、どれをキーワードに出したらいいのかがちょっと分からなくって、で昨日のランチ会でもイベントのことも伝えたいんだけど、その背景に自分のこういう経緯がありますっていうのをちゃんとこう組み込んでアピールできなかったのが実はすごく悔しくて、でも今日構築してみて、なんかいくつかポイントがつかめて、これを前面に出して、でも幸せになれたよ、みんなもなれるよっていうのが、あ、これ伝えられるなと思ったので、これを使ってイベントの宣伝だったりとか、ちょっとこの間のイベント後のフォローアップをちょっと躊躇してたんですけど、これもできるなと思ってお茶会しようってちょっと決められたので、すごく良かったです。ありがとうございました。はい、ちょっと遡っていただくんですけれども、はい、このじゃあ、セミナーをしていただいたのは、昨日のランチ会ということでいいでしょうか？そうですね。知ってからすぐにじゃあ行きますってなったのか、それともちょっと迷いとか躊躇があったのか、どうでしょうか？行くって気持ちはあって、ただ自分の金額との設定をこうどうしようかなって、先に進みたいけどどうしよう、多分不安があったからだと思うんですけど、それで躊躇してたんですけど、夜主人と話をしながら自分のやりたいことをこうコーチングみたいなものをしてもらって、あ、これだって思った時に、あ、いけるって思って来れました。じゃあご主人との会話で受けてみたいという気持ちが、受けようという気持ちが強まったということですね。そうですね。はい、で実際にこの自分を伝えるとか、はい、自分の仕事をPR するっていう、それのに関するようなセミナーとか、はい、そういうコンサルティングサービスって他にもたくさんあると思うんですが、いろんな迷いがあった中で今回のこのセミナーを受けようっていう決め手になったのは何ですか？決め手は昨日帰り際に私の経験が誰かに役に立てるから、またお話ししに来てくださいって言っていただけたのが、需要がちゃんとあるなっていう、その居場所があるっていうことをちゃんと伝えていただいたのが決め手でした。ありがとうございます。そういうふうに届いてたんだなって今思いました。じゃあさっきもちょっとおっしゃってたんですが、実際にじゃあ今日受講していただいて何が良かったですか？ちゃんと自分のアピールは今後していけるなっていうふうに思います。はい、すごい嬉しいです。今日はありがとうございました。ありがとうございました。